太平洋クラブファンの皆さん、こんにちは。太平洋クラブ益子 PGA コースト支配人、そしてプロゴルファーの上田博です。先日から始めました、益子コースの攻略法、今回は、2番ホールに来ました。2番ホールは、軽い左ドッグレッグの、パー4です。で、ティーショットの、ポイントはですね、左ドッグレッグですけれども、あまり左へ打つと、今度2打目が、狙いにくくなる場合があります。まして距離の出ない場合は特に、セカンドが打てなくなります。ですからこのホールの、攻略法のポイントとしては、正面に見えるバンカーの右サイド、に打っていくことがおすすめです。もちろん距離の出る方はバンカーまで240ヤードぐらいですので、そのバンカーの左に打っていく必要性があるかもしれませんが、そこまで距離の出ない方は逆に右サイドで打っていって、次の、2打目を、少しこう広い方から打っていく方がこのホールの攻略としては、最善の方法だと思います。残り170ヤードのセカンド地点、それも左サイドに来ました。フェアウェイにいるんですけれども、見ていただいた通り、少し左の木が気になります。もちろんフックボールを上手に打てるんであれば何の問題もありませんけれども、実はこのホールの、一番危ないのは右サイドに、グリーンの距離を打ってしまうことです。右サイドに、打つと林に入ったり、もしかすると距離を強く打ってしまうと OB に行くこともあります。ですからこのホール左サイドに打ってしまったら あまり無理をせず、ショートでもいいぞというふうな攻め方がおすすめです。フックがうまく打てればいいんですけれども、そうでないときは転がしていくような感じで、低いボールが打てるそういうクラブを選択されて、でショートめに打つことがおすすめです。続いて同じく、グリーンのセンターまで170ヤードの今度はフェアウェイの右サイドです。見ての通り、開けてます。ですからあまりいろんなことを気にせず打っていきたいんですけれども、ここのホールはセカンド地点からグリーンまでは少し打ち下ろしです。あとグリーンの形状が、受けグリーンではなくてほとんど真っ平らなので、少し手前から、転がしていくようなそんな攻め方がおすすめです。普通に下っているだけの距離感でいくと、その後ボールが止まらないで、グリーンの奥へこぼれていってしまうことがあります。グリーンが柔らかければもちろん止まるかもしれませんけれども、これから、グリーンが硬くなったり、そういうふうになると思ったよりもボールが転がって、グリーンの奥にこぼれてしまうことがあるので、このホールのセカンドは打ち下ろしプラスグリーンが止まりにくいということを考えて少し、手前から攻められることがおすすめです。グリーンに来ました。見た感じでは、少し受けグリーンのように見えます。ただ、セカンド地点から少し下っているというふうに、セカンド地点でお話しましたけれども、実はこのグリーン波を打っているところはもちろんその波を打っているような傾斜がありますけれども、全体的に奥に傾斜しています。ですから、パットの時に、手前から打つとかなり速いです。今度逆に奥から打つと意外と重いことにびっくりされると思います。これはもう本当に錯覚をされているだけなので、このホールのグリーンは手前から速い奥から重いということを、頭に入れておかれれば、攻略法につながると思います。覚えておいてください。